はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、パーティーメンバー、誰を入れてますか？まあ、いろいろな編成があると思うんだけども、今日は、俺が考える最強パーティー、紹介したいと思います。俺が考える最強メンバーは、これです。主人公、ヒューザ、マイユ、フーラ、この4人ですね。ちなみに素材集めの時はダストンを入れますので、素材集め以外での最強パーティーとなります。あとあれだ、ゴールドマンマックス、ゴールドマンマックスも、別の編成の方が安定するので、素材集めとゴールドマンマックス以外ではこれが最強だと思います。ちなみに主人公の職業ですけども、バトルマスターにしてます。踊り子とレンジャー、いいんですよ。すごく良くて使いやすいんだけども、結局のところ、バトルマスターが楽かなと思うんですよね。一番楽なのは、バトルマスターっていう風に、最終的に行き着きましたね。で、この最強パーティーにするときにポイントがあって、それが素早さなんですよ。素早さ。フーラの素早さをとにかく上げてください。アクセで、猫ひげを2つつけると、まあ、そこそこ速くなりますので、387ですね。あとスキルパネルも入れてますね。スキルパネルも入れて、387まで上げてます。で、他のキャラクターを、387以下にします。マイユは普通に、以下だと思うんだけども、ヒューザと主人公は素早さが速いんですよ。なので、体下を、素早さがあまり上がらない装備に変えてください。そしてスキルパネルの素早さのところ入れないようにしましょう。そうすると、フーラよりもスピードが遅くなりますので、それで調整していってますね。では戦っていきましょうか。は懐かしい音楽、本当に。で、フーラを一番最初に動かすようにして、フーラの装備を扇をつけてます。で、扇で、特技の風切りの舞だね。攻撃力が1段階上がるっていうやつなんですけども、全員にかけてそれで動かしていきます。そうするとかなりね、安定するんだよね。ものすごく安定して戦っていけます。まあ、これで、レンジャーとかでもいいんだろうけども、まあ1体で出てくることが結構あるんだよね。なので、レンジャーよりもバトマスの方が今のところは使いやすいかなと思ってます。やっぱね、この攻撃力がアップした状態での、この物理のやつらとにかく強い。もうゴリ押しですよ、物理パーティーで。それが最終的に俺はいいかなと思います。聖剣爆撃、はい、いいね。いいダメージが出る。で、2回目も、風切りの舞で2段階目を上げてあげます。もうこれで完成だよね。完成です。天下無双で終わりかな？あ、いや、まだ終わらなかった。さみだれ切り。めちゃくちゃ簡単。使いやすい。はい、ということで戻ってきました。やっぱりね、装備がポイントなんですよね。フーラに扇を装備して、で、猫ひげプラス3を2つ。で、素早さを極力上げてあげる。そして、マイユは別に変わらず OK なんですけども、ヒューザの体下だね。と、主人公の体の下。これに素早さが上がらないやつを装備して、スキルパネルは素早さのところにつけてあげない。そうすることによって、開幕で攻撃力を上げて、で、あとは物理パーティーでガシガシと倒していく。まあ、その形がね、本当に快適です。おすすめですよ。まあ、主人公は、
場所によっては踊り子もしくは、レンジャーの方が使いやすくなるとは思うんだけども、まあバトルマスターはどこでも無難に使っていけて楽なのでおすすめです。はい、ぜひねこの最強パーティー試してみてください。はい、でまたねこういうのが強いよっていうのがあればコメントで教えてください。よろしくお願いします。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。